ライチームにようこそ。はい、ライチーム始まりました。今回はね、ちょっと懐かしのトレーニング機器をね、紹介したいと思うんですけども、まあね、普通のトレーニング機器じゃなくてね、あの稲葉さんが使っていた呼吸筋を鍛えるトレーニング機器になります。じゃん、こちらです。はい、Amazon とか楽天でも売っているんですけども、正規品は9900円で購入したんですけども、非正規もあるみたいなんで、まあその違いちょっと分かんないんですけども、正規品の方で購入してみました。アワーブリーズです。はい、こちらです。横隔膜をこうダンベルで鍛えてるような感じの負荷をかけてトレーニングできるという機器になっております。でこれね、色がね3種類ほどあるんですけども、緑がね一番標準版で、あの一番軽い初心者向けのやつですね。まあ私自信ないんで、あの緑の標準版を買ってみました。次のレベルになると青のバージョンがあって、一番上の超重負荷の分は赤のねバージョンになるんですけども、稲葉さんはもちろんね赤のバージョンで使っているようです。懐かしの器具で皆さん知っていると思うんですけども、かれこれね13年前の NHK スペシャルでビーズのねスペシャルがあったわけなんですけども、それのねあの最初の登場シーンで稲葉さんがこれをやっていたわけなんですよね。皆さん注目をしていたんですけども、それがこのパワーブリーズでした。ストイックに鍛えてる様子がね映っていたんで、まあね私らもみんなも真似したいなっていう感じだったと思うんですけどね。4年前にもアメトークの方でね、稲葉さんがパワーブリーズを使っているっていうねシーンを再現してね、あの紹介されておりました。なかなかね1万円近くするもんなんで、購入してねあのやろうかなって気までいかなかったんですけども、マスクしてるせいもあるかもしれないんですけども、急遽ちょっとね鍛えたいなと思いましてね、それを機にねちょっと思い出して買ってみたんですよね。これを加えて息を吸って吐いてを繰り返す作業を30回、1日2回やったら鍛えられますよと、効果出ますよというふうに書いてますんでね、4週間以内に呼吸力がアップして運動の負荷を軽減させられますということで、稲葉さんの他にもねアーティストの方とかアスリートの方が結構使われてるみたいなんで、本格的なものですね。私そこまで目指すわけじゃないんですけども、まあ健康維持のためにやってみたいと思います。この標準版でもメモリがね1から10まであって負荷をかけれるみたいなんですけども、ちょっと最初の方なんでね、メモリ6ぐらいで、真ん中6ぐらいでやってみたいと思います。めっちゃ苦しい。なかなか苦しい。慣れるまでね、なんか呼吸が詰まった感じで苦しかったです。うん。吸って吐いてのやり方を慣れるまで、ちょっと時間かかるかもしれないですね。効いてる感じがまだしないんで、ちょっと練習してからやってみたいと思います。慣れてきたんで、メモリをね、じゃあね、せっかくなんで、10でやってみたいと思います。で回すだけで簡単なんですよね。メモリが10。で、やってみます。標準の一番軽いタイプなんですけども、この緑をね、メモリで調整できますんで、これね、10でやってみたいと思います。ここがね締まる感じ、締め付けられてるっていうかね、なんだろうこれ、ああ苦しい。でもね、あった後今呼吸を吸うと吸いやすいんで、このやってる時は苦しいけども、今通常の状態で呼吸をすると吸いやすくなってますんで、それは効いてるのかなと思います。ああ息乱れます、ほんとね。アスリートとかね、あのボーカリストの方はもう日頃からねこの呼吸筋を意識して動かれてると思うんですけども、使ってない状態でやってるとね、ここは動いてるんやってのがね、意識することができるようになるような気がします。なんかこの辺使ってんなっていうのをね、呼吸がどんどん締まっていくんですよ。緑でこの苦しさやったら赤まで行くの大変やと、本当のアスリート、まあそれ考えたら稲葉さんすごいですね。まあ使った方のお話も聞いたことあるんですけども、もう赤は何も吸えないと言ってたんでね、これはきついですと。まあせっかくなんでね、あの緑購入したんでね、ちょっとまあ日頃からあの健康のためにちょっと使ってみたいと思います。これがねクリアできたらブルーレッドっていう形でね、チャレンジできたらなと思います。今マスクしてる生活が多いと思うんでね、呼吸が浅くなったりしている方もいらっしゃると思うんで、まあこういうのね意識的に呼吸を整えてみてはどうでしょうかね。まあせっかく機会なんで、稲葉さんも使ってると思ったらちょっとね気合も入ってきますね。はい、やってみたいと思います。今日は以上になります。ではせーの、お疲れ、また会いましょう。バイバイ。